女性が好きな男性に見せる不思議な態度5選と勘違い3選脈ありかなって思うときありますよねもしかしてこの人うただ本当に恋を抱いてもらってるのかって心配になるときないですかまあ好きだとねその駆け引きというかねありますよねさきさんどういうときにもしかしたらこの人俺に脈あるんじゃなないいか思ますそうですねやっぱね一緒に食事とかしてるときにさ一口くれたときとかああこれは脈あるんじゃないかな って思っちゃいますよね。食べ物ね。うん、あ、それも脈ありサインかもしれない。ですねパイの実とかね、<う>パイの実とか、あの。パイの実?。うん。そう、一口。 つつってやでしょむしろ2つくれたりしてねああニコイチのパックになってるやつだなあれはもうちょっと脈感じますけどねあもうそれだけでほとんどパイ灰りくれたらねほとんど人くれると風呂入った状態くれてるってことでしょ風呂入って風呂入普通だな一口あげるよなんつって今日はですね脈ありの典型例で2人っきりになるっていうのあるじゃないですか確かに2人っきりになったらもう脈あるだろうっていうけどそのちょっと手前の段階のこれ脈ありなのないのみたいな え、こんなんでも脈ありなのっていうのを紹介させていただきますんで、1個目。はい。後ろからの話しかけもあまり警戒されない。後ろから。うん。これ、急に後ろから誰かに声かけられた経験ってあるじゃないですか。ちょっとみたいな。うん。ありますね。誰かわかんないとにね。うん。その時振り返ってから、相手を認識して、相手の顔を見て、その相手によって、さらに緊張感が増してしまったり、逆にこう、なんだ、何々さんかみたいな感じで、安心するって、どっちかだと思うんですよ。どっちかだね。はい。 相手を見て、さらに緊張感が増すっていうのは、声をかけてきた相手が苦手とか、警戒心の方が強いから、そういう風になってしまうので、逆にほっとしたってことは、相手を好意的に感じて緊張がほぐれたためなんですよ。はい。なので、あなたが好きな相手に後ろから話しかけてみた後の反応で、自分を苦手に感じてるか、好意的なのか、判断ができると。あ、後ろからね。そうそうそう。かわいい髪型だね。気持ち悪いね ちょちょちょ、おい、ねえ、みたいな。あ、そっか。でいいんですよ。それでいいんですよ。うん。なんで、向こうが、こっち振り向いてくれて、なんだ、みたいな感じだったら、うん、まあちょっと脈ありかなと。そう,そうか、そうか。その時の表情を見て。そうっすと。なるほどね。2個目。はい。ちょっとした軽めのわがままを言ってくる。まあ、男性に対して心を許した女性は、ちょっとしたわがままを言ってきます。うん、まあこれは女性が相手の男性に警戒心を解いて甘えているということになりますので、女性から、 お願い○○くんにしか頼めないのって頼ってくるなら甘えてる証拠ですよね。もう100%好きになっちゃうやつだ。こちら側が好きになっちゃう。ただその後が大事でわがままを聞いてあげた後に女性がありがとうとお礼を言うのであればその女性は純粋にあなたを頼りにしているので脈ありかなと思うんですけれどももしお礼がないならただ利用しているだけかもしれないので。 おい。いきなり口が悪いよ。おいそんなメス豚が、えー、お頼っといて、俺も言わないメス豚がいるのか。いいるんですよ。だ、その場合は、うん、だから俺言っちゃうと脈あると思われちゃうから、うん、じゃあまた今度ね、みたいな感じでやってしまうと。利用されてるだけ。利用されてるだけ。ただ男側としては、なんか頼りにされてるみたいな感じで、勝手に自分が好きになっちゃうパターンがある、じゃあやった後ちゃんと見てくださいね。そう、わかりました。三、うん、つ目。泣き顔や弱っている姿を見せる。 普段から人前でよく泣き顔を見せたり弱っている姿を見せてる女性ではなくて普段は元気でしっかり者の女性があなたの前だけで男性の前だけで泣き顔や弱った姿を見せたら、うん。普段からよくく泣いててるんじゃなくて ほとんどそう,いう人じゃない人がこら好きになっちゃうよねなっちゃうゃなって知う。ないそんな姿見てないので、うん、だ相手の女性がこの人だったらこんな私も受け止めてくれるかもしれないという信頼と期待感、うん、そして好意的な気持ちがある可能性がめちゃくちゃ高いのであなたにだけ相談を持ちかけたりまる、うん、ってどうしたらいいんだろうと困った様子を見せてくれるなら、うん、あなたは女性から心を許してもらっている可能性高いので自分だけねそうだねそう、うん、4つ目自分からプライベートな話をする女性が自分からこの このの前休みに出かけてきたんだとか、今度家族でまるまるこうと思ってるんだみたいな、プライベートな話題を提供してくれたら、それは心を許している証拠だ警戒心や不信感を持っている男性には、気軽に自分のプライベート語らないので、休みの日に何をしてるかなんて話はね、もう、ついていると誤解されると思ってしまうんですよ、女性的には。なんで、こちらから休みの日は何してるのと聞かなくても、向こう側から打ち明けてくれるのであれば、それは相手に心を許してくれる。 許してい何なんならデートに誘ってほしいと思ってる可能性もありますのでそこまでですかねそんなポジティブに捉えちゃっていいのもういいですプライベートな情報をどれぐらいのボリュームでどれぐらいの深さまで出してくるかによるけどね1回目だけだったらちょっとまだいいですけどもう何回も会うたびに会うたびにこの間ここ行ってさって言ってきたらもうもう行っちゃっていいです行っちゃっていいですっちゃっていいだ5番目 LINE で画像や動画を頻繁に送ってくる女性心理としては好意を持つ男性に話を 話しかけるタイフックをね女性側が男性に対して LINE でね画像や動画を送ってくるっていうケースも、うん、女性が男性に好意を持っていると、まあ、考えられます画像や動画をね脈絡なく送るっていうことは、うん、まあ何かとその相手と話をしたいと願っていることの表れなので、うん、まもしい動画だねとか可愛、うん、い,い写真だねとかレスポンス返すと、うん、とても喜んでたわいもない会話に発展していくようならさら、まあ、に可能性が大きいかなと。なるほどねじゃあ 今言った5つ<う>後ろから話しかけられた時の反応。うん ちょっとした軽めのわがまま言ってくる女性、あとは泣き顔とか弱音を見せてくる人、自分からプライベートな話をする、LINE で画像動画を送ってくる。そう。この5つが女性が好きな男性に見せる態度だと。そうなんです。ただね、ここからが勘違い注意。勘違い注意。間違いやすいサインもありますんで、これちょっと3つお伝えしようかなと。まず1個目。はい。オーバーリアクション。オーバーリアクション。会話中に女性のリアクションが大きくいかにも興味がありそうにしていると、役割脈ありかもしれないって思ってしまう男性は、たくさんいらっしゃると思うんです <が>うん、いい子だなってオーバーリアクションする女性の中には、うん、まあ単に愛想がいいだけだったり、うん、まあ相手に嫌な思いはさせないように気を使っているだけだったりする人もいるので、うん、注意がまあ必要ですね会話の時は女性のリアクションだけで判断しないで、うん、目をじっと見つめてくるとか髪の毛を触っているかどうかも合わせて観察した方がいいかもしれないですねまあ男性は愛想のいい女性好きになりやすいからねそうなんです、うん、それにつながる2個目が笑顔を絶やさない、はいうん、笑顔を絶やさない女性も、まあ、男性勘違いさせることよくあるんですが好きな 好きな女性がいつもニコニコと自分の話を聞いてくれたら脈ありと勘違いするのも無理はないですよねただまあ笑顔だからといって、うん、ま必ずしも好意を持っているとは限らないんですよ、うん、まあ特に接客業をやってる女性とかもともと明るい性格の女性はいつも周囲の人に対して笑顔で接する癖ついてますんで彼女の笑顔が自分だけに向けられたものなのかどうかをよく見極める必要があるかなとまあいい癖だけどね習慣だとしたらねそなんまあよく笑う女性は分かかんないからねから自分 のことだけなのかどううかっていうとこポイントだよね他の男の人と比べてどうかっていうのもちょっと見た方がいいかもしれないですね,ね、うんはい、3つ目メッセージにハートマークを使う LINE のメッセージとかねたくさんのハートマーク使われているときも要注意なんですけれどもハートマークを多用する女性の多くは愛情表現というより、まあ挨拶感覚なので、まあ、時にハートマークをつけておけば可愛い女性と思ってもらえるかもしれないという、まあ、下心の可能性も,もう十分あり得ますとうん、うん、そうですね はなないいかもしれないんですけど、うん、まあ同性とか家族に対してもハートマークを多用している人なら、うん、まあ勘違いと考えて良いでしょうと、ね、LINE の場合は、まあ、絵文字とか,いうとかその辺じゃなくて、まあ、メッセージの内容とか。 頻度で判断すること。内容と頻度、絵文字よりも。そうです。ごめんなさい、ハートよりも、たった5文字でいいですよ、の方がポジティブな返信だと捉えていいと。まあそうだね。ハートはもう、丸だと思ってもらえばいいですからそうかそうそう。この今言った3つ、じゃあオーバーリアクションと、笑顔を絶やさない女性と、メッセージ、ハートマークを使う、この3つ、3種類の女性は勘違いをしやすいので気をつけましょうねと。そうね、見極めが重要なところにってきますね。はい。なるほど。いかがでしょうかね、今日の。もうまあ、うん。 そうですねよ良かったと思いますねお本当です,、うん、すかったありがとうございますあ、ちょっとだけ僕からも紹介したい話がありますのであ、話あ、いいですかちょっといいですよ毎日しあいだ大谷翔平関係あるんでしょうね大谷翔平今チキンさんの話には出なかった女性からの脈ありサインっていうのですねほう ちょっと補足も兼ねて、科学的な根拠をもとに、ちょっとご紹介させてもらっていいですかめちゃくちゃいいじゃないですか。ちゃんとしたデータをもとに。そうなんですよ。すごいね。これはね、もうすごい簡単なんですけど、短いですよ。やり方も。一緒に横断歩道を渡ってみてください。横断歩道うん。一緒に横断歩道を渡ってみると、その女性が自分に脈があるかないか、もう一発で分かるんですよ。あ、一緒に渡ると分かるそれだけです。それだけです。あ、そう。どういうことですか超簡単でしょベリーイージーでしょイージーだね。うん。 ない人には入ってもらいたくないいゾーンっていうのがありんだね、そう、うこれ、具体的には、45センチ以内ですあ。自分中心に45センチ以内は入ってほしくないと。はい、これはもう、具体的に45センチというものを科学的に出したんですよ。うん、あ決まってるんですね。人によって違うとかじゃなくて。そうそう、パーソナルスペースを40、まあ、平均ですよ、もちろん多少ね、うん、4 5 5センチとか、44.9センチとかもあるでしょうけど。うん。うまくってないけど。45センチ以内です。これがパーソナルスペースです。うん、なので、好きでない男性が、まあ、異性が、45センチ以内に入ると、自然と距離をスッとこう、取るね。そうそう、ボクシングのさ、後ろに下がるステップのように、取っていくわけですよ。そんな,なに近づいて、そう、全盛の具志堅要項のように取っていくわけですよ。まあ、ちょっとねこ、こう引いちゃう感じ、ね、そう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 。うん、後ろにね。もしね、その時に、 距離を取られないい場合ね脈の可能性が高んですよ4 5ンチ内に入った時にそうもう入れちゃうよストレート入れちゃうよいいのよそのまではジョブ入れちゃうあ島でしたねこれはねうんってなった時にでこれじゃあ4 5ンチどうやって測るの確かにうんなかなか難しいからね目検討だとそれが横断歩道なんですよ横断歩道これね実は4 5ンチなんですえうんどういうことあの白と白の幅白と白だ黒と黒まあどっちもいいわあ そういうことかそう45センチだったら大まかにねあじゃああのビートルズみたいにそうなんですよあビーロードねあれだからビートルズ4人よく見るとあれ60センチぐらい空いてるんですよ1個半ぐらい空いてるんで大体ねビートルズ不仲だったんですねそうそうそうまあ男同士ですからねいやいやだけどじゃあある程度距離感保ってたわけだから横断歩道をまず自分がちょっと先に歩くんですようんで後ろからどれぐらいでついてくるか みたいな。あ、そういうことね。そう。アビーロードパターンだと、どうなんだろうね。オッケーなのアウトか。アビーロードより来てたら、脈あり最後、ビートルズも方向性ちょっとずれちゃいますから。ね。うん。そういうことね。そうなんですよ。はいはい。あ、わかりやすいね。そう。具体的で。はい。やってみましょう。お願いします。じゃちょっと結論お願いします。はい。好きな女性と横断歩道を歩いてみましょう。もし自分があえて先に歩いた時に、一本分より距離を取られてしまったら、残念ながら、脈なしです。ダッシュしてもついてくる子だったら、もう、 砲弾歩道渡り終えた瞬間には告白しちゃってください。怖いよ。<laughs> 年下女性が好きな男性にだけ見せる特有の仕草。五千。仕草。まず、 年下女性にモテる男性のある共通点というのをご紹介したいと思います。お願いします。年上ならではの振る舞い。年上の男性はデートの際に非常に頼りになる存在です。年下の女性は大人な雰囲気のお店に連れてって言ってくれたり、うん、自然にさりげなくエスコートしてくれたりと、余裕を感じさせる振る舞いに心を躍らせてしまいます。もし男性が普段から行きつけのお店を持っているのであれば、 ば年下のの女性の憧れはさらに高まることでしょうと、まああの焼き鳥をねタレじゃなくて塩で食べたりとか、うん、しゃぶしゃぶはポン酢で食べたりとか、まあ、一口目のそばは何もつけずに食えばいいってことだよねだいぶ歪んでますね、うん、経済面で頼りになるこれはね若い女性にとって非常に重要な要素になってくるんですけども、うん、デートにはお金がかかりますよね,かかね同世代とか年下の男性とのデートでは割り勘になることが多くて、うん、高級なレストランではなくチェーン店で済ませることもあります、うん、あります しかし年上の男性の場合は気にしなくていいよ。 支払いいをスマートに済ませてくれる人が多いです、うん、これは若い女性にとっては嬉しいポイントになってきますね僕はもう一回り下でも取貴族全然いきますけどねほんでメニューを一つ一つ見ながら企業努力を絶賛しますけどね最後甘えることができる年上の男性は年下の女性に比べて人生経験が非常に豊富ですそのためいつでも安心して頼りになる存在として魅力を感じます、うん、また男性にとっても自分を信頼して無邪気に甘えてくれる年下の女性 は可愛らしく映りますよねそのためお互いに相性がいいと感じることが多いです うん、特に寂しげり屋でかまってほしいという年下の女性は年上の男性の優しさに夢中になることでしょうと、うん、なるほどね、まあ、うんちく言っとけばいいんですよねこれが年下女性にモテる男性の共通点ということで3つね紹介してもらいましたけどたけさんから見てどうですか年下の女性は、うん、好きですかまあそうですね、うん、若いメスは好きですね時代錯誤の発言ですよごめんなさい年下女性ですね、うん、とても魅力的ですよねでももう僕らも3十後半なので、うん、3十後半 でもほぼ年下女性ですからね年下が好きというよりは全員好きですね全員好きうん全員好きですね残らず残らず好きですねあっ器具ですね僕もです僕もですかただでも僕の方がターゲンさんより年下女性好きかもしれないそうかもしれないねチキンさんの方がねあのすごいちっちゃい子も好きだもんねそれ言っちゃうとちょっと犯罪が違うそばそばそやでちゃんと成人迎えてる女性ですからではいよいよ本題はい年下女性が好きな男性だけに見せる特有のしぐさ5選紹介していきたいと思います今度は女性側がね 見せる仕草をいよいよ紹介していくと。もちろん。1個目。気づけば近くにいる。気づけばそばにいる。飲み会などでは気になる年上の男性の隣の席を確保することがあります。うん、これは明らかな脈ありサインの一つです。あれやっぱそうなんだ。また、飲み会以外でも好意を寄せる男性の近くにいることが多く、うん、男性の視界に自然と入ってくるようになります。さらに、女性が 男性の腕に触れるほど近づいてくる場合は、女性側が脈ありの男性に対して行う行動なので、うん、女性からボディタッチをされた場合は、さらに脈ありと思っていいでしょうと。近くにいて 体も触っってくるようだだたら役割だ、うん、いいです、うん、そう思っていただいて 2>,、はい、2個目相談事を持ちかけてくる相談上手に甘えることができる年下の女性はしばしば男性に相談を持ちかけて近づく傾向があります相談したいんですけど年下の女性から相談を受けることは彼女が興味を持っている可能性が高く、うん、一緒にランチや飲みに行く絶好の機会 なので、うん、ぜひ誘ってあげましょう口、ね、実だただし相手の興味度を確認しながら年上の男性から積極的にアプローチするのは控えた方がいいです、うん、もし相手が興味を持っている場合、うん、年下の女性からさらなるアプローチがあるかもしれないのでそれを確認してからアプローチするとうまくいきやすいですね十分確認してから最後の一押しだけするとそう,すそういうことでございます、うん、3つ目いろんな質問をしてくる年下の女性は 年上の男性にに対して恋愛に関すすするるな質問をすることがあります、うん、例えばどんな女性が好きですか、うん、と聞かれた場合それはもう好意を持たれている証拠と考えてもいいと思いますまた年齢差がある場合、うん、自分が恋愛対象になるかどうかを気にしていることもよくありますので、うん、年下の女性が恋愛対象は何歳までですかとさらに具体的な質問をしてきた場合それも好意を示していると言えるでしょう私ってありですかとそう もちろんだよ。年下の女性でもしっかりしている子は十分に恋愛対象になります、うん、と包容力を持ちながら好意的な返答をしてあげましょう。ベストアンサーだね、うん、品のある4つ目話にきちんとリアクションをしてくれる。年下の女性は脈がある男性の話に対してはきちんとリアクションをしてくれます、うんうん、例えば、 すごいですね。とか、それでどうなったんですかとか、うん、会話を楽しく広げるために積極的に関わってくれます。なるほど。人生経験が豊かで、知識も豊富な年上の男性は、女性にとって憧れの存在になります。はい、もし脈がある場合、女性は自らリアクションを取って会話を楽しませようとするんですね。しかし脈がない場合は、女性のリアクションは短くてそっけないものになると思いますので、うん、もし女性が目をキラキラさせて、うっすらと頬が赤く照れたような様子を見せるならば、それは完全に脈があるといっても過言 ではないかもしれませんじゃあリアクションをしっかり見えるとそういうことでございます、うん、5個目時折ため口になる年下の女性は脈ありの男性に対して時に気が緩んでため口になることがあるんですねもともと敬語で話していたのにテンションが上がった時だけそうなんだ本当になどとため口になるとそれは脈ありの サインです、うん、もし年下の女性にタメ口で話されることに抵抗がないのであれば、うん、特にそれを指摘せずに自然に受け入れてあげてくださいで距離が近くなったように感じてもっと親しくしてくれるはずなんでタメ口使われて嫌な思いする男性はあんまいないんじゃないかな年下女性からねいやいるんですよプライドが無駄にい,いるかな、うん、嬉しいけどな年下全般にもう ため口疲れたくないみたいない、うん、んですよ。うん、まあまあまあちょ、気になるっちゃ気になるか。うん、でも最初のね、気になりだけ。うん 超えちゃえば、もう、あとはタメ口嬉しくてしょうがないけどね。そうですね。でも一応、あの、敬語からタメ口になったパターンですからね。そうか。最初からタメ口のあの、フワちゃんみたいなやつだと、意味違うんで。そうか、そうか。敬語からタメ口ですね。これが5つ。ま、仕草。仕草5つ。じゃどうやってね、この仕草見ましたじゃどうやって、年上男性は、年下女性、くど口説いていきましょうかと。これをちょっとお二つ。え、そんなことまで教えてくれるか、今日はと思いますので。お手取り足取りじゃないですか。あもちろん。手取り足取り。う 1個目 1> <laughs> うん小林明的な 1>, 1個目う <laughs> ん <laughs> 女性の好奇心をくすぐる。年下の女性が年上男性に期待しているものは、新しい経験を共有したい。 ということなんですねで一緒にいることで刺激を受けられそうという願望があるわけですよ、うん、例えば高級なレストランで予約してお食事を楽しんだり夜景の美しいホテルのラウンジで食事やお酒を楽しむのもいいと思いますうん、うん、もしお酒が苦手な女性であればノンアルコールカクテルとか進めていただいてね、うん、まあ気になる女性がねまあ、ダーツとかビリヤードを経験したことがなければ、うん、まあそういうのもね連れてってあげるのもいいかもしれないですよねこ口説き方一は女性の好奇心をくすぐるそう好奇心を刺激して彼女の視野を広げることがとても重要になって きますのでもしそのようなお店に詳しくない場合でも自分でねちゃんと下調べしていくことをお勧めしますので無理する必要ないんですけれどもあなたなりのね大人の世界観を年下女性に見せてあげるといいと思いますので新しい刺激を与えることで2人の距離がね一段と縮まることができるようになりますのでね2個目追わない男性も女性も同じく追われると逃げたいと感じることがあるんですよまた 相手にわずかな行為を示した後、その反応を見守ることも重要になってきますので、うん、焦らずに女性の行動を一時的に待つようにしましょう。大切なのは相手に求めすぎないことなんですね。相手が考える余地を与えるアプローチよりも、まあ、少し不安になるくらいの男性の方が好まれますので、愛情表現をしてもすぐに返してもらいたいと求めることは、まあ、避けましょうと。うん、大人の男性として魅力を示すためには、相手のペースに合わせることが重要になってきます。 止めずに追いかけすぎないことが大切だと追いいかけすぎないね<う>難しいね引き際のも難しいねうん、うん、どうですか年下女性が好きな男性にだけ見せる時の仕草さ5000と迷、うん、ったかな、うん、あありがとうございます、あのー、ね最初はどういう男性がね年下女性にモテるっていうところの共通点を教えていただいてそ,、はい、その後女性の仕草ですか、うん、具体的に言いつ,つ。はい そして最後、口説き方ですか、はい、もう全部網羅してますよね。ありがとうございます。うん、本みたいでした。<laughs> うん。う参考書みたいでした。褒めてるのそれ。うん。ああ、いやいやいや、ありがとうございます。僕からじゃあ、一つ。あ、ありますはい。はい。毎日、毎日、微縁で鼻声です。何今日はですね、 年下女性が好きな男性にだけ見せる特有の仕草というテーマでしたけれども、これぜひね、女性の皆さんに聞いてもらいたい点があります。女性に聞いてもらいたい。はい。<う>今日は世の中の35歳以上の男性を代弁して言わせてください。うん、一つ。代弁って言ってもあれですよ。代弁って、あの、あっちの方じゃないいわかってるわかってるよ。もしも僕たち男性から見てね、年が10も離れた女性が、もしも こちらに対して好意を抱いてくれた場合。うん。そういう場合。まあ、うん、なくもないのかもしれないですけども、これね、強く言いたいんですけど、基本的に気づけません。気づけないうん。ほうまあ、そもそも10個以上上のおっさんなんか好きになることないから大丈夫って今ね、思ってる女性も多いかと思うんですけれども、それ以上に僕たちの方が思ってます。何ですか、その。おっさんなんかガンチュンないからって、 思ってる人いるかもしれませんけども、うん、僕たちの方がもっとそれ以上に、この子は僕なんか眼中にないんだろうなって思ってます。<laughs> は,いはいはい。おじさんって臭いし面白くないし、キモいしって思ってるかもしれないですけども、うん、僕たちの方が自分たちのことを臭いし面白くないし、キモい自分たちって強く思ってます。す すごいね。あなたがバッターなら、カウント2-3でね、自信を持って見逃すボール玉に感じるかもしれないですけども、僕たちはもう指からボールが離れた瞬間に、あ、ボール玉になっちゃったって思ってますから。すごいね。うん。どうしたのつまりですね、何が言いたいのかと言いますと、もし、年下の女性が少し年の離れた男性のことを、あ、ちょっとこの人いいかもって思ってくれた場合にですよ、相当派手にアクションしないと、全然気づきません。気づけないと。気づけない。うん。うん。それぐらい、自己、 肯定感低まってますからおっさんはおっさんは、うん、もう視力で言うと0.02くらいですもうだいぶ大きくしないと穴の開いてる方向を指さすことはできません確かにそうなんだよねうんレフトスタンドにあるいるカープファンのね帽子見ても もう何も分かりません。赤、赤いなーぐらいしか分かりません。もう穴の開いてる方向を指させ、もう分かりません。視力検査のマークみたいな。うん、分かりません。もうほんとシンシナリティレッズかなーなんて思っちゃいます。それは視力の問題じゃないのよ。うん、ロゴがめちゃめちゃ似てるから。シンシナリティレッズかなカープかな、うん、どっちかなってなるロゴか似てるでカだけな。じゃあ実際にね、こうアンケート紹介させてください。アンケート女性目線で10歳年上の男性のことどう思ってるのかっていうあ<れ>あ、ちょっとご紹介させてください。<ん>ウェブスターマーケティングさんがですね、全国の男女500人を対象に、恋人との年の差は何歳まで で OK、かという、ね、アンケートを実施しましたいいいじゃないまず恋人は何歳上までが許容範囲かという質問をした結果ね、うん、年上はなしと答えた人は、ま、0.3%いましたおな、はい、3歳上まで OK と答えた人は19.4%、うん、そして6歳上まで OK と答えた人はこれ最多だったんですけど34%いるね9歳上まで OK と答えた人たちが22% つまりここまで合わせて76%の女性がいるんですけども、うん、まあこの人たちはつまり10歳以上の男性は NG っていうことなんですよ意外といるというか、うん、僕たちにはちょっとポジティブな、ね、結果でしたけどまあ24%っていうことがですか、うん、4人に1人はありって言ってくれてるわけですもんね、うん、あやっぱチキンさんそう思ってしまいましたか違いますあそう思っちゃったか何ですか何何 10歳以上でも OK と言った人が24%いただけで、残りの75%以上はクソくらいと思ってるってことですよ。そんなこと言ってないでしょクはまあそれアンケートではね、10歳以上上の男性はクソくらいだと思いますかっていう聞き方してませんから、うん、基本的にはお前なんてもうズワイガニとカニカマの違いもわかんないバカなんだろうって思ってるわけですよ。それはもう論点のすり替えだよね。で、主な意見としてはですよ、アンケートの主な意見としては、5歳くらい上までは、まあそう大きなズレもなく、ズレが あっっっててても互いいいいにに理解できる範囲なななんじゃゃかとと女性おしそれ以上だとまあ互いに異文化交流っていう感じがしちゃいますとそん。なする、うん、素敵な相手ならば、それほど気にはしないけれども、基本的には若々しい方がいいと思う。うん、また自分より年上だとそれなりに年齢になるので、まあ5歳程度が許容できる範囲かなというご意見があったということです。これが女性の意見、はい。ということでね、10歳以上上の男性のことをありだなと答えてくれてる人は、 うんあそう思いますか、うん、じゃあね一方で男性は10個下の女性、はい、はい、これアンケート簡単に答えさせていただきますとこれはね30.2%の男性がありと答えてるんです 30.2%? はい男性は10歳以上下でも恋愛対象に見ていると10%程度多いんですよだから女性は24%ですようんね十10歳上でないわーって思ってるのが75%男性の 3割はありだわーって思ってるわけ。でもね、本当はもう80%の男性はもうめちゃめちゃ恋愛対象として見てます。もう80じゃないな。90かな <laughs> めちゃめちゃ恋愛対象として見てます。<laughs> あまあこのアンケート結果 30. 点何って言うんけど、ー実際は90%セント。九十パーセ90%は見てます。めちゃめちゃそういう目で見てます。ーもう60%はそのアンケートに対するプライドです。<laughs> うん。謙遜とプライドです。俺なんかっていう謙遜と、あ,<ー>あとは、そんな全然興味ないですよ、みたいな、ちょっとした格好つけです。格好つけだ。そうです。はい、そう。つまりね、もう我々男性は、 下りエレベーターを登り始めちゃってるわけですよ。あ、もう全然わかんない。うん。う女性は10歳上の男性を、まあ、ありだなと答えてる人は2割程度。うん、男性はいいなと思ってるのはも8割、9割いる。でも、もう俺なんかダメなんだろうなが5、6割。あ、中にいるからね。そうそう。もう下りエレベーター登り始めちゃってますから。いや、全然わからない。うん、うんじゃ。じゃあ、結論お願いします。一回り近く離れた年上男性をありと答えてる女性も5人に1人程度はいるのが事実です。 しかし我々男性はそんなわけないだろうという思いが根本にありますなのでおじさんでも気づくぐらいストレートな物言いでガツガツアピールしていただけると大変喜ばしいですよろしくお願いします <laughs> 男性に好意を抱いた女性の思わずしちゃう照れた言動9選職場編。職場編会社内の可愛いあの女性の言動って脈あり とと職場恋愛が気になる男性多いと思い思ますけども、うん、今回は社内恋愛において女女性性性が好きな男性にににる脈ありサインを女性心理と共に解説します社内恋愛に関するトークということですね。い,いいじゃないですか。同僚とかね、先輩とか後輩の好きのサインに気がついて、はいうん、素敵なオフィスラブをしていきましょうと。オフィスラブワクワクするよね。まず、職場で気になる男性が現れた時に女性はどんなことを考えるのか、ドキドキして仕事に集中できなくなる といった心理だけではなくてですね、うん、職場特有の複雑な心理も存在します。同じ職場ならではのことが起こると、はい、はい、それを理解しておくことで、うん、アプローチの際に有利になりますので、うん、え、じゃあ理解しておきましょう。ぜひお願いします。はい、職場恋愛をする上で理解しておかなければならないこと3つあります。三つ。一つ目、周りに知られたくない。うん女性には自分が好きな人を他の人に知られることが恥ずかしいという心理があります。特に内向的で自信がない女性ほど周囲に自分の 恋がバレるることを恐れるんですす、うん、気持ちは分かりますね、うん、うまくいかなった場合とかね好意がばれた場合を考えてしまって、うん、余計に周囲の目を気にしてしまうんですよ、うん、でまたあの噂好きな女性が近くにいると<ー>自分の恋愛が噂になることを恐れて好意を隠すこともあります<ー>女性が好きな人がいても職場などでは好意を表すことが難しいということを理解しておきましょうまあ基本的には周りには知られたくないものだとそういうこと2、はい、二つ目ガツガツしていると思われたくない、うん、最近ではニック 食系女子も増えてきましたけども、うん、まあそれでも多くの女性は恋愛に積極的なイメージを持たれたくありません女性は男性からアプローチされてお付き合いするのがいいという考え方がまだまだ一般的なんですね,そ,ですねそのため積極的な女性は周囲から冷たい目で見られることもあります、うん、ま特に職場では積極的な態度を取ると周囲の女性から嫌われやすいため、まあ、周りに合わせて控えめに振る舞う傾向が あると特に職場ではと、うん。基本的に恋愛では多くの女性は受け身であることを覚えておきましょう。男性は自分から行くことを基本のベースにしときましょうということ。はい。三つ目。仕事に影響するのがいや真面目な女性の場合、仕事に悪影響を及ぼしたくないというシーンもあります。真面目だ。もし好きな人に気持ちがバレると、お互い気まずくなって仕事がうまく進まなくなるかもしれませんよね。そのため、職場では仕事への影響を気にして女性が好意を隠すことがあることを知っておきましょう。うん、ちなみに、好意を隠すことが進む と好き避けという状態になることもあります。まあ、女性の方が真面目な人って多いしね。そうなんです。で、うん、だここまで職場恋愛をする上で心得ておいてほしい。女性心理を3つご紹介させていただきましたが。がい,い,、はい、は次にですね。うん、見逃したら。もっと ない職場女性の惚れてるサインというものをご紹介させていきます今日の本題ここから9選ということですねを見逃したらもったいない職場女性の惚れてるサイン1個目時間を合わせてくることが多い時間ねもし女性と出社や退社の時間が頻繁に合っている場合、うん、その女性は意識的に合わせてるかもしれません確かにあの通勤中とかね勤務中なら他の人の目を気にせずたくさん話すことができますからねそうですはい。またあの休憩時間もよく合う女性 性は好意のある男性との会話の機会をる、うん、狙ってるかもしれませんので、うんえー、ここもポイントですね、うん、2>, 2個目個人的な悩みを相談してくるお悩み相談個人的な悩み個人的な問題を男性に相談し頼ってくる場合好意がある可能性が 高いです女性が悩みを打ち明けてくることは男性に頼りたいというメッセージなんですね、うん、女性の話を真剣に聞いて女性の悩みに共感してあげることが大切になってきますまあそんなの当たり前にやるよね 3>,、うん、3つ目プライベートについて聞いてくるプライベート仕事以外の部分女性は気になる男性のプライベートについて知りたいと思うのは当然です、うん、特に価値観とか恋愛観に関して聞かれたらそれは高い確率で興味を持っている際になります価値観や恋愛観、うん、はい 五個目。お弁当のお裾分けをしてくれる。お弁当。もし相手がおかずたくさん作ってきちゃったと言ってお裾分けしてくれた場合、うんいいね、かなり好意的なサインです。うん、相手は自分が料理ができることをアピールしているわけですね。そういう意味もあるのか。もし相手が普段あまり料理しないタイプなら、それは男性のために頑張った証拠になりますんで、でいいね、相手の給付を引くためには胃袋を掴んでおきたいって思うのが女心ですね。胃袋を掴んでおきたい。5個目。飲み会の時必ず隣に座る。飲み会の席は超重要。 ですよと。社内では忙しくてなかなか声をかけることができないけれど、うん、会社の飲み会ならばすぐに親しくなれます。お酒入るからね。片思い中の女性はこの機会を逃しません。うん 隣に座ってお皿や飲み物を手渡したり、気配りをアピールしたり、仕事以外の話をたくさんしてきたりします。一、うん、回だけなら偶然かもしれませんが、毎回飲み会の席で隣に座るなら、かなり興味を持っている証拠です。これ、毎回だと自信が確信に変わる瞬間ですよね。6個目、残業を手伝ってくれる。これは嬉しいかもしれないね。定時までに仕事を終えることができず、残業をすることがありますよね。うん、その時に何度も手伝おうかと手を差し伸べてくれる女性がいます。うん、これは好きの際。 女性は好意を寄せる男性とまだ一緒にいたい、手助けをしたいという気持ちがあります。うん、一途な女性のひたむきな脈ありサインあ,あ、優しいね。7個目。 変化に気づいてくれる。脱皮したみたいな。女性は自分が好きな人に対して細かい変化に気づいてしまうものです。うん、例えばネクタイ、スーツ、髪型などの些細な変化にも敏感で、それを褒めてくれるなら、うん、女性は男性に恋を入れているかもしれません。うん、女性が素敵ですね、似合っていますと言ってくれたら、うん、社内恋愛に発展する可能性があるサインです。鼻毛伸びましたみたいな。8個目、休日に LINE やメールを送ってくる。 休みの日に突入したねこれ職場の関係であればわざわざ休日まで連絡を取りたくないと思うはずです基本は、ね、それでももし休日のプライベートな LINE やメールが増えてくるようなら、うん、それは男性に好意がある証拠かもしれません職場恋愛に発展する可能性があるサインですなんかきっかけ作って連絡を取ると9個目 ミスをさりげなくフォローしてくれる。ああ、これ気づかないかもな。例えば、先日提出した資料に不備があったので、私が修正しておきましたと言ってくれる女性。うん。気になる男性のミスを見つけた時に、すぐに個別のメールで指摘してくれる女性。個別ね。 直接その場で伝えると周りの人に聞こえてしまうため、うん、相手の立場を考えてメールで伝えるように配慮してるってわけですね。その姿勢は完全にも脈ありなんで、うん、自分のミスをさりげなくカバーしてくれる女性は間違いなく男性に惹かれております。あ、もうこれもサインだと。うん。いいじゃないですか。9個あ、個ね、全部紹介してどうでしょう。うーんまあ うんまあそうですね9個紹介してもらってちょっとなんだかな納得いってないですかなんだかなあと解散だからだかなあと解散だからちょっと一言じゃあいいですか、はい、毎日毎日ウカレてトズミカル意味がわかんないんだけど。 チキンさんが紹介してくれた見逃したらもったいない職場女性の惚れてるサインなんですけど。うん 9個かな個ね。ね個、はい。うん。あれ、全部、男性は、心得てます。こ心得ているうん。というかもう、全部そう受け取ってます。どういうことですかまあ男ってね、もうみんな勘違い野郎なので、なんかあったらすぐに、あれ、俺に気があるのかなって思っちゃいます。僕が紹介したものが全く意外ではなくて、うんはい、男性全員が思ってることだとそういうことです。そういうことです。そうはい。そ<う>飲み会の席、たまたま一回隣になっただけで、あれ、もしかして俺のことってなりますし、休日、うん 普通にラインなんか来たらようやく来たか俺のモテキとそれくらい男ってうぬぼれデカです長瀬智也さんの主演ドラマですね、うん。男はそれくらい職場だろうとなんだろうと女性をそういう目で見てます。そうなんですか。はいでは肝心の女性たちはですねどれくらい私たち男のことを異性として意識してくれてるんだろうかとそこ重要ですね。うん、うん、私ターキーの愛読書でもあるキャンキャンさんからこんなアンケート紹介させていただきます。キャンキャン愛読してるのを、うん、40万円 は、20代の働く女性100名を対象としたアンケートをもとにですね、うん、職場の人にふとときめいたことがありますかという質問したところですね、うん、ある34%ない66%ある34%ない66%、うん、ない人の方が倍くらいいるんですねそうなんですちょっと寂しい数字ですよねこれはね寂しいですね,ね3割の女性が職場の人に少しの魅力を感じたことがあるという とということなんですけども寂しいな。そうなんですよ。その理由としては、職場に好みのタイプがいないことや、あるいは恋愛と仕事をきっちりね、分けていると、セパレートしているということが考えられそうだということなんです。女性の方が講師混同しないと。あ、ごめんなさい。下ネタはちょっとやめていただいて。下ネタ言ってないよ。うん、講師混同。うん、下ネタに聞こえちゃったらもう真っ暗だよ、これ。 女性はそこまで職場の男性を恋愛対象として意識していないと。うん、まずはこれを男性たち認識しないといけないですね。そういうことか。そして、職場の人にときめいたことあると回答した約3割の女性にですね、うん、深掘って、どんな時にじゃあときめいたのかというのをね、うん、聞いてみました。いいじゃないアンケートの回答がございます。その回答3つ紹介させていただきますね。いいね。まず1つ目が、助けてくれた時。男性が 女性を助けてあげた時はいこれ具体的には困ってる時に助けてくれた時とか、ね、重い荷物を運んでくれた時高いところにあるものを取ってくれた時、うん、あとは失敗した時にフォローしてくれた時<う>特別天然記念物時最後関係ないねだから男性は困って、うん ててる女性の同僚を見たら基本的には助けてあげましょうそれがいいわけです、ね、そうです。うん、続いて二つ目は、気遣い、優しさが見えた時。これ具体的にはですね、こんなアンケート、回答がございました。体調を気遣ってくれた時、うん、優しく声をかけてくれた時、うん、ラララライで一世風靡した芸人時、最後、藤崎マーケットさんの時だね。してあげた感を一世 ふさないスマーケットの時さんだね。そしてもう一つが、胸キュン仕草ですね。胸キュン。はい。<お>これもアンケート回答具体的な女性の意見としてはですね、うん、まあ頭ポンポンとか腕まくりをした時、<ー>ネクタイを緩めた瞬間などですね。まあ、ありますね。はい。時プレミアムアウトレット。 <と>無理やり入れなくていいのよ、うん、この頭ポンポンなんかはね、一歩間違えたらもうセクハラにもなりかねませんから、危ないね、かなりリスクもあるとは思うんですけども、リス腕をまくった時にね、こう、筋が気になるとか、うん、血管とかね、あとネクタイ緩めた時にチラッと見せる首筋なんかね、こういうふとしたこう男らしい体をね、 見せた時に女性はドキドキしちゃうと。うん、なんていう意見もあったということですね。これもでも意識しすぎも良くないでしょうね。あそうですね。うん、まあとりあえず職場の女性には親切にしておいて、困っている時は助けといて、うん、まあ、思いやりのある行動をしといて、まあ、肉体にちょっと自信がある人は、 まちらラせを、まあ、狙いすぎずやってもいいのかなというのが、はい、私からです。お伝えしたかったはい、トキプレミアムアウトレット。じゃあ、結論お願いします。結論いきます。そもそも、ほとんどの女性は、職場にいる男性のことを恋愛対象として意識していません。まずは、恋愛対象として意識してもらうために、日々の積み重ねを大事にしましょう。毎日飲みに誘うことにします。 好きなな男性にだけ使う特別言葉本日は、好きな男性にだけ使う特別な言葉5選ということなんですけども、どの言葉も一般的に使われる言葉に思えるかもしれないです。けどもね、けどもね、実際にはそうではないので、深さがある同じ言葉でも、その中に込められた感情とか意味は異なるものでありますので、それは相手に好意を持っているからこそ生まれる言葉であって、その言葉の意味はより深いものになると言えますと。 なるほど。見えない真相心理というかね。そうですよ。うん、相手が話す言葉を丁寧に聞き取って、はい、女性が伝えたいことを完璧に受け止めていきましょうという議になっておりますので、うん、5つ、今日ね、ご紹介しますので、お願いします 1>, 1個目、うん、暇だよ。暇だよ。これは彼氏いないよ。フリーだよ。 とということを伝えておりますフリーであることを明確に伝えることで相手から誘われる理由を作っていると言えます、うん、誘う側にとっても相手がフリーであることが分かっていると誘いやすく断られることはほぼないという確信得られますよね隙を見せてるってことですかそう、まあ、つまり双方の利益が完全に一致するという利益が一致する言葉なんですよこれは、うん、でもう一個で暇だよの一番は、うん、誘って欲しいといととうことなんですよそういう意味があるの遠回しにに言ってるんですけれども、うん、実は一緒に遊びたい,という 気持ちを伝えているとも言えるわけなんですね,ねで、どこか遊びに行かないと直接言う勇気がないときに、うん 暇そうかそうかそうだよね。そうとも言えるよね。そうだねはどうですかそれカーリングですね。もしも暇だよと言われたら、思い切って相手を誘ってみるといいと思いますね。その日は都合が合わなくても、別の日に一緒にどっか行く話になるかもしれないので、いずれにしろ、相手はきっと喜んで誘いに乗ってくれるはずです。暇だよってじゃあいい言葉なんだね。そうです。2つ目、一緒にいると落ち着く。一緒にいると落ち着く恋人関係になる上で、心が安らぐ、癒される。 うん、自然体になれる。 ということを重要視している女性がとても多いです、うん、落ち着くとか癒されるという言葉は、うん、一緒にいると落ち着くの意味が込められていて、うん、そう言われたのであれば恋愛関係に発展しやすい状態になっているということなんですねなるほどねトトロみたいはどうですか体験によりますね好意、うん、がない男性に対して落ち着く癒されるとは絶対に伝えないので、うん、もし伝えられているのであれば自信を持ってくださいじゃあマイナスはもう絶対ないって考えていいんだねねえです、うん、3個目そういうところ そういうところ好き脈がある相手にしか「うん、好き」という言葉は絶対に伝えませんお風呂好きそれだけ「好き」という言葉は特別なものなんですね、うん、音楽が好きとかスポーツが好きとか、うん、映画が好きといった「好き」とは全く別の意味が込められていって、うん、あなたに対して「好き」と言われているのであれば恋人関係になる一歩手前の状態と考えていいでしょうとはあ、なるほどねそういうことか、うん、こういう人間だはどうですかビッグダディですね、うん、4つ目 似てる部分多いね。似てる部分多いね。これは気が合うね、相性がいいねということを伝えているわけなんですね。うん、で相手に自分との相性の良さを伝えることで、相手からも親近感を感じてもらいたい。はいうん、明確に相手に伝えることによって、自分自身を印象づけたいと思ってるということです。 自分ってる部分多いねそういう意味あるんですか、うんはい、え、高島正信に似てるねって言われたらどうですかそれは多分この人腰が低いなって思われてるんじゃないですか申し訳ございません5個目私は時間まだ大丈夫だけど時間まだ大丈夫だけどこれは私はまだ時間に余裕があるけれども、うん、少しでも一緒にいたいと言っ っって言って言言も過でではないですね、うんうん、例え、門限があるとしても大切な人と離れたくないのは自然な感情です。もう少し一緒にいたい、あと5分でもいいというのは相手のの思いい大きさを表しています、うん、相手にも時間があるのであれば自分に用事がない限りは一緒にいることができるでしょう、ね。ま一緒にいれるよと、うん はい。残り少ない時間ほど、より濃密な時間を過ごすこともできます。うん、時間が許す限り、いや、一緒にいたいという気持ちがあるからこそ、相手の重みはますます強くなっていくというわけですね。そういう意味で私はまだ時間大丈夫だけど、と。うん,う,んうん。ああ、そういうことか。私はまだ時間という概念に縛られたことがないんですけど、はどうですかスケールの大きな女性ですね、それは。うん。うん また別の観点だと、はいあの、あなたは予定あるのと遠回しに聞いている可能性もあります、ね。そういう意味もあるんですね。はい、これは自分の都合が大丈夫であることを伝えると同時に、相手に対する配慮と、相手も都合がいいといいなという気持ちを表しているわけなんですね。あ,あ、てたらいいなってことか。私はまだ時間に余裕があるけれどと言われた場合、自分の都合について明確に相手に伝えるようにしましょうと。うあなたの予定は あるの私のカレンダーはびっしりはどうですかえどうですかってどういうこと私の Google カレンダーは色が鮮やかはどうですかどうですかってどういうこと誘ちきんさんの Google カレンダー色鮮やかですよね、うん、ありがとうございます仕事とプライベートみたいなの分けてますよね <laughs> <laughs> 何いきなりグーグルカレンダーの真っ黒な内容なのにねしょうがないじゃんそれはうんどうでしたのよいやよかったと思いますようんちょっとねそうだな相反するってあれだけどちょっと押さえといた方がいい部分もあると思うんで押さえといた方がいいそう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 何でもね物事っていうのは表裏一体だからそこだけちょっとチキンさん伝えてほしいんだよなちゃんと注意みたいなそうそうそういいところには悪いところが必ずあるそうね リターンの裏にはハイリスクが必ず潜んでるみたいなところをちょっと伝えてほしいというか補足、はい、僕からいい,い,いですか,いい,ですか、うん、いいかな どういう状況なの本日はチキンさんより好きな男性だけに使う特別な言葉、うん、ということでご紹介いただいたわけですけども、うん、ではじゃあ私ターキーからは反対に男が勘違いしてしまう女性の魔性発言ということをご紹介させていただきます男が勘違いしてしまう女性の魔性発言はいつまりあれですか女性の方はそんなに好きでもないのに我々男が勘違いをしてしまうと誠意そういうことです誠意<い>これね4つあります ご紹介させていただきますと1つ目がつ休みのの日は何してるのもう興味がある証拠でしょうこれプライベート確認してるわけだからこれはね両パターンあります<お>本当に興味があって聞いてくる場合もあるんですけれども、うん、ただ単に何の気なしに話題の一つとして聞いてくる場合があります相手は質問に至るまで大して深く考えてませんとりあえず休みの人に何してんのか聞いてみようかなぐらいなんですよ、うん、あなたにに対して特に恋愛感情なくて 人との普通の会話をしてるだけのパターンっていうことですね,ね、はい、休日に何してるかっていう質問は、まあ、オーソドックスな質問なわけですよ確かに相手はただ会話の間を持たせるため間を埋めるためこの質問を投げかけただけっていう可能性が高いですから二、はい、人きりで、ね、会話があまり弾まないと、うん、ちょっとなんか話さないとこの場の空気悪くなっちゃうな雰囲気悪くなっちゃうなってそのわしのぎで言っちゃう場合ありますそういう女性特にね苦し紛れ的なそうなんですんなのであなたと話すことなくて、うん、もう ないわ、この人と話すことがと。もう逆にマイナスなんですよ。怖いな。そこで、とにかく話題作り必死だった結果。 がこの質問になったという場合ありますので、おおもうむしろマイナスだったっていうこともあるんでね。怖い話ですね、うん。そうなんですよ。おお続いて二つ目、彼女いないんですか彼女いないんですかはだって確認じゃないですかいるかいないか。うん、これね、気になる子に、まあ、気になる女性にね、うん、彼女がいるかどうかを聞かれると、勝手に、あ、俺恋愛対象にされてるのかなって期待ね、<ん>してしまう男性も多いと思います。思いますよ。 彼女いるのは、うん、私じゃダメみたいなね、感じに聞いてると捉える可能性もありますよね。うん、あるまる。しかしですね、うん、これは、興味がない男性にも聞けちゃうんです。聞けちゃう。なぜなら、うん、恋バナは共通の話題になりやすいからです。 アイりだ。なので、共通の話題として成立するかを確認するワードなんですね。会話のフックとして使うと。そうなんですよ。例えば、<ー>趣味がゴルフの男性に対してね、ゴルフ未経験の女性は、何も聞けないですよね。確かに。何から聞いていいかも分かんないわけですよ。うん、それに比べて、恋の話題なら、ある程度誰でも最低限話せる可能性が高いですから。そういうことですね。はい。で、もしね、これ、ちょっと余談ではありますけど、プロのお店で聞かれた場合。<う>プロのお店。 まあ、キャバクラ嬢とか、ホステスの方々がいるお店で、<お>彼女いないんですかって聞かれた場合、うん、これ、彼女いないんですかの後に必ずセットで言う言葉があります。はい。えー、いそうなのに、もしくは、えー、めちゃくちゃ優しそうなのに、 必ず、これセットで言ってくると思うんですけれども。そ喋り方は。これは、もう定型文です。定型文はい。あの人たちはもう一文字入れただけですらスラ出てくる予測変換で行われてる会話だと思ってください。そこに心はない。ありません。一ミリの感情も動いてません。そのワードでどれだけこっちが延長料金払ってきたと思ってるんですかね。大丈夫。その女性口説き落とせなくても、チキンさんは日本経済に貢献できてますからね。こいうこと。はい。そこは大丈夫です。三つ目がですね、どんな人がタイプ どんな人がタイプこれも確認してくれてるわけじゃないですか違いますこれね気になる子にどんな人がタイプですかって聞かれるともしかして俺に興味持ってくれてるのかなっそのんならタイプにね近づこうとしてくれてるんじゃないかなショートカット好きっつったらもしかしたら髪の毛切ってくれるんじゃないかなってバカな思う思うわけですよバカな男っていうのはい思いますよバカがね思うわけですよでもねこれはもう 確認作業です。これはもうね、はい、鍵閉めたみたいな感覚です。<laughs> それと同じってことそうです。家族とかに言われたことないですか<う>鍵閉めた<う>財布持った<う> エアコン消してきたうんうんうん。あれです。それと一緒そう。どんなタイプが好きっていうのそう、そう。あれです。確認です。あ、じゃ何の感情もないと。何の感情もないです。もう、そういうことです。そうなのよ。うん。なんか、買ったあれ。牛乳買ったうん。でもちょっと違うと思いますけどね。あ、これもね、でもね、ちゃんと見分ける方法ありますよ。あ、見分ける方法あるんですかはい、そうです。あの、どんな人がタイプって言われた時に、女性が、薄ら笑い浮かべたら、もしくはちょっと、 ボケた顔してたらもうそれですね。そんな女性いますよ、うん、もうこれ意外と言います。港区に。港区にはいるな。うん、最後、男が勘違いしてしまう女性の魔性発言の四つ目。うん、一口ちょうだい。一口ちょうだいって言いなもうそれは好きでしょう、はい。これはね、我々男子校出身の辞書にはそうありますよね。はい。 でもね、これ違うんですよ。違う。男性からしたら一口ちょうだいはもう女性が好意を向けていると感じてしまうね、こう勘違い発言、うん、勘違いフレーズだと思うんですけれども、これただ単に美味しそうで何気なくねだったっていう場合もあるんですよ。マジもちろんね、あの女性の方も嫌いな人だったりとか、うん、口臭い男性から一口ももらわないと思うんですけれども、な、うん何でもない異性にもそれをできちゃう女性っていうのはこのように存在します。すごい。 なので、そういう女性もいるんだなと割り切ってください。そういう類の女性だともう見分けるしかないんですね。そういうことです。ただね、ちゃんとこれも見分ける方法がございます。あ、ある。 はい、あります。いや、あります。その女性のインスタグラムのアカウントを確認して、自撮りがあったらもう確定だと思ってください。インスタの自撮りはい。<お>人に撮ってもらってる場合はまだセーフです。その人が写っててもね。うん、ちょっと撮ってもらっていいみたいに、その人に頼んでるということですから。そうだね。ただ、ただ自撮りでその人の自分の左手が写ってなくて、明らかにこう自分の手をグイーって伸ばしてるなみたいな。涼しい顔してるけど、 めちゃめちゃ頑張って手伸ばしてんなみたいな、ゴムゴムの実やったらこの人自撮り用に買いたいだろうなみたいな女性は、まあそんな一口長大はもうアウトですよ。鏡に映った自分を撮ってる女性はどうなんですか？鏡に映った撮ってるありますね、そういうね。それに関しては、鏡に映った顔がアヒル口してたらもうアウトです。そこなんですね。そうです。アヒル口はもう合うな合う合うです。アヒル口は合うね。アヒル口はもう合うんですよ。いい泣き声が合うみたいな感じ。合う合う当然。 それはもう何気なく撮った1枚感を出しつつ、平均で7.2回は撮り直しが入ってるというデータが僕にも届いてますから。平均7.2回の撮り直し、多いですね。多いですよ。撮り直ししてますよ。あれ、何気ない顔しているような感じで、何気ない7.2回がありますから。まあ一番いい写真のカットをね、選んでるんですそう。怖いですね。そう。そんなものあるんですね。自撮りっていうフォルダがありますから。あ、自分の中で。そう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 。自撮りを自分の中のフォルダ作ってるわけですね。そうなんです。そしてそっから、インスタグラム、 まあ一番いいやつ、ね、うんそうです美容室行った日はそのフォルダーに行きますからそれがもう行きますからじゃあ港区女子はうん本当とみ女子系だよねみ女子は、ね、結論お願いしますじゃあ好きな男性だけに女性が言う気づきづらい言葉もあれば気のない男性でも勘違いしてしまうような発言をする女性もいますどちらの女性も全く嘘はなく悪意もありません女性は我々男性にとってはなくてはならない存在ですいつも 夢と希望をありがとうございますどうしたの急に <laughs> 女性が見せる脈なしサイン11選、うん 本日は、はい、女性が見せる脈なしサインについて、まあご紹介していくわけなんですけれども、すみません、そもそも論なんですけど、はい、女性は脈なしサインを出すものなんでしょうか。はい、こんな調査ありまして、調査シュガーダディさんが、20代から30代女性200名に、脈なしサインを出すかどうかを尋ねてみました。あそんなアンケートがあるんですね。えー、すると、脈なしサインを出す女性は 62.、62.5%、うん。おっあじゃあ5人中3人ぐらいの割合。そうですね。はい、でここで一つ注意点がありまして、注意点。 女性は男性と比べて、うん、うん 友達と彼氏候補を明確に区別することが多いです。もう分類しちゃう。まあなので、一度でも、この人は彼氏には向かないかもと思ってしまうと、うん、その人を恋愛対象として見なくなります。あもう外れちゃうんだ、うん。そのような女性を追いかけても、うん、まほとんど無駄に終わることが多くって、うん、脈なしサインを出しているのに追いかけてくる男性は、うん、面倒で空気が読めない人と見なされてしまいます。なるほどね。まできるだけね、早く脈なしサインを察知することで、うん、まさらに嫌われることを回避しつつ、うんま 次次のの女女性性にに切切りり替替ええられるるとね、うん、このスピーディーな判断ができるかどうかがモテ、うん、続ける男かどうかの分かれ目というわけなんですよああこの女性は脈があるかないかをスピーディーに判断できるかどうかが分かれ目だと、うん、そういうことなんです、うん、脈なしサインをしっかりとしておく必要ありますねじゃあねそうです、うん、まあそんなサイン今日11個ありますので十一、うん、個テンポよくいきたいと思いますので11個まあそんな脈なしサイン1つ目は2人きりを回避する 2>, 2人きり回避 うん、女性を誘った時に、他の人も誘いましょう、うんなんか。せっかくならみんなで遊びたいです。というか、返答を受けたことないでしょうかね。あ,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 あります？うん、まあこのように二人きりになることを嫌がることは、相手が自分に興味がないというサインの可能性が高いです。うん、あなたと二人きりになることが気まずいと感じている場合もあります。うん、また、恋愛対象ではないと思っている男性と、二人きりの時間を過ごすことに意味がないと思っている可能性もあり得ます。これはもうシンプルに脈がないと。ないです。二、うん、個目。 恋愛相談をする。恋愛相談をする普通は好きな人に恋愛相談や他の一生の話をすることはありません。まあそうだよね。まあそのため、実はバイト先に気になる人がいてとか、うん、あの人かっこいいよねといった話,った話題が出る場合、うん、ただの友達と思われている可能性が高いです。 また、女性の方が自分に気があると分かった場合に、うん、あなたには興味がないという意味を込めて、こうした話題を出すこともあります。ああ、請求としてね、うん。ただし、恋愛相談をされるからといって、完全に脈なしとは言い切れない場合もあるんですよ。そうなの 女性の中には相手の反応を見たくて気になる人にわざと恋愛相談をする女性もいます。あ請求球だ。どういう意図か見極めるのが結構難しいんですけれども、うん、まあ相談をされてもすぐに諦める必要はなさそうですね。盗塁、うん、するかどうかの牽請球だね。脈なしサインの3つ目、スマホに負けるスマホに負ける。 一緒に食事をしたり、おしゃべりをしてるのに、うんまあ、ずっとスマホをいじってる人いますよね。うん、これは、よくある脈なしサインの一つです。はいはいはい、まあ。残念ながら、あなたよりもスマホに興味があるという心理の表れです、ね。スマホに負けてるね。うん。友達からの LINE をちらっと確認したり、うん、簡単に返信をする程度なら問題ないんですけれども、うんまあ、スマホゲームなどに夢中になっているようなら、<ー>脈なしの可能性大です。うん、スマホゲームに夢中になっている女性はもうないですね、これね。四つ目、薄味リアクション。薄味リアクション。 女性は好きな男性と話すときには、テンションが上がって、うん、無意識に声が高くなったり、うん、反応が大げさになったり、たと、うんまあ、え自分が全く興味のない話題であっても、うん、好きな人の話であれば、しっかりとリアクションを取ります。一方で、気がない男性と話したときには、反応が薄くなりがちなんです。うんうん、また、好きな人との会話の内容は、些細なことでも忘れないのに対して、興味がない男性との会話はあまり記憶に残りません。大事じゃないからね。これは脈なしの典型的なパターンですね。 うん、脈なしサインの5つ目。はい、ノーメイク。イク好きな人と会うときは、時間がなくてもメイクをする一方、うん、ただの男友達との場合は、めんどくさいからすっぴんでいいかなと思う女性が多いです。うんうんうん、でも、すっぴん見せてくれるってことは、心を許してくれてるからみたいな恋愛の可能性があるかもしれないなってことはないです、うんうん、考えるかもしれませんが、実際はその逆なんです。うん、そうなんだね。もちろん恋人になって、お泊まりをするときにはすっぴんを見せることになるかもしれませんが、まあ、付き合う前にはすっぴんを見られたくないというのが 女性の本音です6個目友達アピールがゴイゴイスー友達アピールがゴイゴイスー私たちって本当にいい友達だよね、うん、ずっとこのまま友達でいようねああ女性から友達としての関係を強調された経験ないでしょうかねないな男子校だったからこれは無意識ではなく、うん 男性側の気持ちに気づいた時に意図的に出される脈なしサインです。そうなんだ。彼女たちはただの男友達としてしか見てないということを強調するために立っています。うん、アピールだ。友達アピールをされる場合、うん、友人として好かれていることは間違いありませんけども、恋愛対象として見られるのは少し難しいかもしれい。うんまあ、友達としては悪い印象じゃないけどってことね。うん、そうね。7個目、業務連絡。業務連絡女性の本音は興味のない男性とは必要な連絡以外はしたくないということです。うん うん、好きな人とは楽しい多愛もない LINE のやり取りも楽しめますけども、うん、脈なしの男性とは面倒に感じてしまいます。業務連絡のみだ。ま、なので、男性からの連絡には社交辞令的に返すことはあっても、うん、自分から送ることはありません。うん、また、用事が済んだらすぐに LINE を終わらせたがるのも脈なしの際です。用済み終わらせない例えば、もう寝るからまたね、とか、うん、お風呂入るからごめん。 といった適当な理由でを打ち切られることありますこんなん何回も言われたことあるよ女性から業務連絡以外の LINE が来ないし、うん、すぐにやり取りを終わらせられるという2つの要素があれば脈なしの可能性が高いですそうかこれが業務連絡 LINE 脈なしサイン8個目,8個目短文とスタンプ短文とスタンプ,タンプ相手の返事が短くて適当だったり、うん、スタンプのみだった場合も、うん、相手の興味がない可能性があります気がある相手であれば LINE の会話を盛り上げようとして自分から質問する女性る が多いですしかし興味がない男性だと早く LINE を終わらせたいと思ってそっけない返事をすることがありますこの間って返ってきたなまたスタンプは便利な機能ですけれども、うん、やりとりを早く終わらせたい時に使われることもあります、うん、9個目のの前でメイク直しをしををたり服の乱れを直すあ,あそれはもう。 さっとリップを塗り直す程度であれば問題ないんですけれども、化粧ポーチを取り出してしっかりとメイク直しを始める場合は、うん、あなたを男性として意識していないことを示しています。うん、女性の心理として、本当に好きな男性にはマナーがない、品がないと思われたくないため、うん、お手洗いなどでメイク直しや服の乱れを整えるわけですね。うん、まあ、どんな理由でもでも、ブラヒモをあげるのは嬉しいよね。あれはご褒美ですね。うん、あれはご褒美だね。10個目。 ご飯をおごらせてくれない。ご飯をおらせてくれない。男性が好きな女性と楽しい時間を過ごした後、おご、うん、りたいと思う男性は多いと思います。しかし、女性がカタにおごらせてくれない場合、それは脈なしサインの可能性があるかもしれません。うん、もちろん、 割り勘主義の女性とか、申し訳ない気持ちから割り勘にする女性もいます。うん、しかし、男性がここは怒らせてほしいと言ってくれた場合は、素直に好意に甘えて丁寧にお礼を言う方が好印象です。うん、もし女性があえて堅くなに断る場合は、うん、異性として見られたくない、仮を作りたくないという意思表示である可能性が考えられますね。これに関しては異論反論オブジェクションありそうですけどね。11個目。11個目。嘘の彼氏を作る。嘘の彼氏を作るはい。 うん、全く興味のない男性には全く興味がないので。うんうん 嘘で彼氏がいるって言ってきたすあ、もう仮想彼氏ですね。そうです。これを言われたら分かんない。もう彼氏がいるって言ったらもうそもそもないけども、なんか第三者から聞いたら、いや、あの子彼氏ないよ、みたいな。これはちょっだと思ってください。嘘ってもうバレちゃってんだ。そうです。もうアウトですね、完全にね。はい。仮想で作っちゃうわけです。めちゃくちゃアウトです、これ。はもうダメだわ。はい。うん。なんで、この辺気をつけてください。そうですね。ということで、11個。十一個。どうでしょうか。うん。11個目がちょっともう圧倒的でちょっとびっくりしちゃいましたけど。まあもうほぼ彼氏いるって言われてるもんじゃないですね。うん。 まあまあ、でも、うーん、まあ、僕ちょっと違う見解かもしれないですね、これは。ぽくぽく、僕僕ちょっと違う。<laughs> 僕はちょっと違う見解かもしれない。僕って言ったらば。うん。<laughs> 毎日食べ過ぎ、血圧上がる。健康気にした方がいい、本当に。 本日のテーマ、脈なしサインということですけど、ちょっとね、僕言わせるとね、脈なしサインってそもそも気にする必要ありますかねいや、ほら、だって自分の気になってる女性が、自分に脈があるかないかってね、まあ大事というか、気になるじゃないですか。そこを気にする必要あるかねいや、もうあるじゃないですか。自分の気持ちだけで良くないかねいや、それ言ったら。誠意って何かねいや、北の国から朝く子供がまだ食べてるでしょうか関係ないじゃん、全然。何が言いたいかわかりますか全然わかんない。 脈なしサインっておかしいですよね。脈ありサインならわかるけど。どういうことですかそれ。じゃあ、チキンさんは、お茶碗に白いご飯を盛られて、うん、あ、今日は卵かけなしご飯ですね、って言いますか いや、言いませんけど。でしょ、うん、振りかけてないご飯ですねって言いますかいや、言いませんね。でも、チキンさんが言ってることってそういうことですよね。もともとないものとか、存在しないものに対して、一回仮想現実を用意してから、それがなかったら勝手にがっかりするみたいな話ですよね。うん、そうなんですかそれは、ココイチ行ってね、白米出てきたら、カレーは乗せてくれないんですかってなりますよ。どういう状況ですね,ね、吉野家に行って白米だけ出てきたら、牛はどうしたかってなるよ。 なるほど。まあなるね、で、カツ屋に行ってカツ乗せてなかったら、カツはま、うん、たうなるほど。わかりました。それはわかりました、うん。チキンさんは女性のことを丼物の,のお店みたいな存在だと思ってるということですよね。思ってないよ。うん。つまり、上に牛とかカレーとか乗ってなかったら、もうクレームつけるお客ということですよね。うん、いや、それ牛丼だなんで白米来たら、もう一言は言うで、ねうん、クレーマーということで間違いないですね。いや、クレーマーじゃなく一回言います。クレーマーですね。いや、そう、牛あなたはクレーマーですね。ああいうクレーマー 僕は女性をパン屋だと思ってます何を言ってんのしかもね美味しい食パンを作るパン屋だと思ってます女性をパン屋だと思っているうん何が言いたいか分かりますかいや全然分かんないってだから美味しい食パンが売りのパン屋さんであカレーパンじゃないんだがっかりって言わないでしょまあねつまり女性の脈があるという前提の発想がおかしいということなんですよでも気になる女性の脈があるかないかって気になるじゃないですかあ生きてるかどうかっていうことですか違うよ恋愛対象 うん、あ,あ、そっちね。 そっちに決まってる、自分の気になる女性が自分のことをどういうふうに思ってくれてるのか、そして全く対象と、レア対象って見られてないならね、こういうサインは女性出しますから、そんなときは早めに見切りつけて、次の子に住みましょうという話をしてたわけですよ、私は。じゃあ、チキンさんは丼物じゃなくて、ラーメンの全部のせをどう考えるかみたいな話をしたいということもう食べ物屋さんに置き換えるのやめてもらっていいから、ちょっと分かりづらい簡単に言うとね、女性の脈なんて、最初からないものだと思ってます、僕は。ないものうん、もう勝ち取るものだと思ってます。 最初からそう言ってくれればいいんですけど、ちょっと今回ね、例えがだいぶ遠回りしちゃったかなあ大丈夫ですよ。いつものことなのでね。そうか。チキンさんが、なんか、その、牛丼屋さんに行って、クレームつけるっていうのは、なんかよく分かりました。うん、いや、牛つけないいや、だ牛丼行って牛丼お願いしますって言って、白米だけ来たら、ちょっと上乗っかってないですよって話はするでしょそれ。僕はしません、ね。そのままご飯だけ食べるの食べます。もうそうだと思ってるから。<laughs> ありがとうって言います。<laughs> 僕は女性を 美味しい食パン屋さんだと思ってる。絶対周りから変な目で見られてるよ。あいつ白米だけ食いに来てるよ、みたいな。食パン。うん、僕はもう女性を美味しい食パン屋さんのあるでしょしっとりした食パンのお店あるでしょ耳まで美味しいやつ。そういうことあれと思ってるから、そもそも食パンでありがとうだから。あ、もうその素材でありがとう。そうそう素材。もう生きててくれてありがとう。そう。出してくれてそれが美味しいだから。わかりました。じゃあ結論ちょっといいですかじゃあ。気になる女性が自分のことを恋愛対象と見ていなければ、切り替えて次の相手 手を探しましょうしかし脈があるか脈がないか気にするより自分がやれることを精一杯やることに注力してください脈ありの場合は投げキスしてほしいですねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますコメントも大歓迎ですモーニング読書は平日毎日おしゃべりしています18時配信です音声配信アプリスタンド fm では365日毎日ラジオトークを行っています毎朝お耳だけ拝借させてくださいそれではさようなら